両チームの選手がピッチに姿を現しました。まあ、関口も J1 昇格やタイトルを2つ取った思い出のあるクラブだ。前半の45分がスタートしました。マテイヨニッチ、松田、坂本へ。坂本中を見て右足で入れました。清武のシュート、先制ゴールは清武。セレッソ大阪、右の坂本の崩しから最後は清武が決めました。今シーズンの2得点目。まあ、元日本代表、まだサイドでこうボランチの志賀選手が、まあ、釣り出したというのが一つポイントだったと思うんですけども、清武選手も落ち着いて自分の得意な右足に持ってこれたというところと、あとタイミング、キーパーのタイミングをかなりずらして、ずらしました、逆サイドに流し込みましたから、この辺は本当に技術的なテクニックなシュートって言っていいでしょうね。清武、右の坂本、中央にブルーノメンデスがいます。坂本自分でガシュートいった。これはよく反応しました。ソービー得意の左足、ワントラップしてパスを出した。また坂本、右足の折り返し、宮には奥野がいました。中に入ってきた松田、グランダーで出した。奥野スロービック触りました。ここクロスっていうね、イメージを持たせていたと思うんですけども、いいタイムで清武選手がね、はい、バイトルエリアのところに入ってきましたし、そのタイミングで奥野選手が今度はファーへ、おっとヘディング、見事に決めました。ハチスカ、いや高かったしね、今同点ゴール。仙台終了間際、前半の終了間際に同点に追いつきました仙台です。セットプレーからでのゴールです。まあ、1本目にやっていうところありましたし、まあ、2本目変えてきましたよ ね。ただこの高さ本当にこう素晴らしかったですけどね、丸橋選手続いてましたけど、その上からですけどね。後半の45分がスタートしました。セレッソ大阪対ベガルタ仙台、暫定2位のセレッソと暫定15位の仙台です。ちょっと短いボールになりましたが、清武、アルハシが入れて、デサバトはキム・ジンヒョンへ、おっと西村取った、チャンスになる。前に長澤も言いましたが、ここはシュートを打ってキム・ジンヒョンが抑えました。丸橋、仙台は今から前から行きましたけどね、マークセレスが剥がしてっていうところでしたね。竹から坂本清武から坂本、2対1です。いや一瞬でしたね、うまく斜めにこうパスがね、清武選手が入ったところがポイントでしたし、はい、あとは坂本選手こう斜めのランニング、そしてディフェンスもいましたけども、シュートブロック入る前にこのタイミングですよね。まあ、1点目と同じようにゴールキーパーのタイミングを、まあ、ずらすようなシュート。そしてここで笛が鳴りました。2対1、セレッソ大阪勝利、ホームでは4試合ぶりの勝利ということになります。